はい、まあ、じゃあねあの、まあ、そういった理由があるよっていったところで、うん、もうそそ早速もう書かないとね <laughs> え時間が足りませんので練 <laughs>、うん、習に入りましょうでは一日の計画をマインドマップで考えたいと思いますはい、はい、じゃあですね徳田さんのね一日の,あの計画を今日は私の方で書かせていただきますね、はいここ ありがとうございます、うん、皆さんはぜひ紙とペンをお用意いただいて皆さんなりの一日の計画明日の計画っていうことでいいですかで、あのー、今そうです、ね、ホワイトボードの方をちょっと写していただいて、はいえー、皆さんも栄養の紙とかでいいと思うんですけれども、はい、紙が、あのー、ホワイトボードだとしたら、えー、紙の真ん中に、まあ、何か、まあ、ミニマインドマップなので。 まあこんな感じで丸でもいいんじゃないかな、はい、まあフルマインドマップしっかりしたマインドマップを書くときはセントラルイメージというのがあるんですね真ん中にイメージを書くけれどまあちょっと急いでる時なんかはね書いてられないのでまあこんな感じですでえ今日は2月20日ですので明日は2月21日のまあ予定ですねで明日は水曜日か明日は水曜日ですねで明日の予定を考えようとで、はい えとまあ、例えば、まあ、徳田さんが今日お家に帰って、はい、あああやること決めとかなくちゃっていうふうに思ってるとしますよ、はい、でいろいろあるんだけど忘れちゃいけないしなんか適当に過ごしちゃうと出し崩し的に時間が経ってね、えー、時間のロスになるからちょっとマインドマップで明日の予定考えてしっかりとした一日を過ごそうと思ったとします。 でじゃあ思い浮かぶことどんどん言ってください。明日何するんですか？わ、はい、かりままずは明日はスクールで授業があるので、はい、スクールに来なきゃって思いますね。スクールの授業はな何,何時からなんですか？えっと二本あって担当するものがえっと18時と22時。はい、22時、はい、でそれぞれどんな？えっとですね18時からはアプリマーケティングの授業ですね。うん、アプリマーケティングはいはい。はい なんか他に浮かぶことありますか？アプリマーケなんえ何だろう、うん、久しぶりって <laughs> 間が空きましたちょっと久しぶりだな、うん、久しぶり、はい、そうするとなんかあの前の授業を少し復習したりとかもするんですか、うんいはい、思います前回の内容をもう一度見たいなと思います<第>うん見たい前回ねはい。 あと、二十二時の方は。二十二時は、えー、っとですね、激論侍っていう。激論侍。はい。新しい番組なんですよ。はい。初回。は今、あの、私が書いてるの、皆さんにご覧いただいていますが。えー、こんな感じに、線を書いて、言葉を書いているんですね。文章は書かないんですね。文章は書かないで、線を書いて、言葉を書くと。と、うん えっとこれは初回なんですね。はい、初回の時ってやっぱりなんか準備とか思うことあるんですか？うんうん、そうですね。一回なんなの何の授業なのかって概要と、うん、あと先生の情報です、ね。あ、どういうま<っ>どういう内容なんだろうかということをちょっと掴んでおくと、うん、はい。あと先生のプロプロフィール。そうですね。あとなんだろうな、うん、たくさんの人に見てもらいたいのでこう拡散しなきゃいけないなと思いました。うん うん、はいそんなことを今思ってらっしゃるというん、うん、ことですねあと何やすか <laughs> あとは、えっと、スクーンに来てそのこ、うん、まごまとした作業がいろいろあります、はい、が、うん、スクーンに来るのが私午後からなので。はいうん 午前の時間ですね。午前とか昼間の時間。うんうん、こんなバラバラでいいんですか？いいです。いいです。もうバラバラ,バラ,バラ,バラに来ますね。来るのは午後何時頃に？午後えっとです、ね。二時。二時頃。はい。来るかなと。で、まあいろんな作業がある。その作業さまざまな作業でなんかパッと浮かぶものありますか？うん、あ、例えばなんだろうシフトの管理とか。作業シフトシフトシフトの管理とか。うん、あとは？あと授業情報の確認。 授業情報の確認。はい。あと今後のスケジュールの見直しとか,ですか、ね。はい。今ね。うん、この。 こっちに書いてたんですけど、書ききれなくなっちゃったから、こっちに。はい、こっちに引っ張ってきちゃいました、はい。横に伸ばしてもいいんですよね、そのまま。えっと、授業、授業、えっ、ー、と、スケジュールの、なんて、おっしゃいます、スケジュール。確認。確認をしたいですね。すねスケジュール確認、ね。はい。はい。あとは、そうですね、今日、やった授業を見直したりとかもしたいですね。なるほど、今日の授業の見直し。うん。 私最近マインドマップを使って内容を書いてます、はいはい、すごい <laughs> 簡単にノートに、うん、あこれはその後で見直し後から見直したもの、うん、何やったかなというのを残しています、うん、あ見直してそれでそれをマインドマップ化してるってことですかはいもうあミニマインドマップ化してますあ,ありがとうございます、はい、嬉しいですね <laughs> こんな感じです、ね、あすごいそうですねでその 記事にすることもあります。ブログに書いてみたりもします。ブログにすると、うんうん。あ、これはあのえっとスクールでやってるんですか。でもそれはそうだ。スクールの時間内じゃないですね。これは家で。家でやったり。外でやったりなるほど。しますね。とか、まとまっちゃいました。外でとかねやってらっしゃる。はい。今そのスクールの作業とあとブログの話もね出てきました。他に何か。 やりたいことですよね。あとは普通にあのいいですか洗濯とかしたいです。洗濯そうですよね洗濯したいですね。すみません昼間洗濯はい。あとはえそうなってくると掃除とかもしたくなりますね。掃除はい。こんなんでいいんですか。いいんです。いいんです他にはあとはえっと今英語の勉強したくてはい英語ブープ英語はまあの結構毎日やっているんですか。 続けようと思ってます。<laughs> じゃあ明日もやろうと、明日もやろうっていう、明日何分？思ってます。なんか短い時間でやってて本当に20分くらいで、20分くらいとかやってるシャル。はい、まあ明日も20分できたらいいなみたいな感じですかね。はい、思ってます。そうするとまだ他にもやりたいことがありますか？<laughs> えあとはそうですね本も読みたいですね。本、うん、本なんかこれっていう本はあるんですか？あえっとあります。今読み Kindle にえっと「ライフシフト」もそうなんですけどフフあと「マインドフルネスの」の本も何か何冊かあった気がしますうん、うん、なるほどね、はい、で今もこうなんかやらなきゃならないこととかやりたいことがかいっぱいあったきますね他にもありますから。<laughs> あるはありますあとなんだろうな。<laughs> あとえっとそうなってくると、うん、ちゃんと食事もしなきゃいけないとかですか。うん、そうですそうです。<laughs> 食事ちゃんとしてますか。食事全然ちゃんとできてないので自炊したいですね。えー、そっか。そうしたら買い物もしなきゃいけないですね。そうかそうか。自炊と買い物もしたい。<laughs> ああ水ってじゃいこうかな。はい。買い物。 えっと,とやりたいこと結構いっぱいありますよね私たちってい,っぱいあります、ね、そういうものがこうワーッといろいろ浮かびます、はい、でも全部できないですよね、はい、じゃあそろそろちょっと絞ってかなきゃならないしこれ、まあ、全体見ながらそうだなあの大体このやるべきことをちょっと明日は無理ってものもあるじゃないですか。 英語は二十分はやります。やりましょう。じゃあ英語二十。これにや,や,やりましょう。やります。まあ、ここ二十分で書いちゃったんですけど。ここ二十分、もう一回ここに。あ,<ー>あ、こうしよう。二重、ね、うん、m む。もう一回書きますね。あと、読書は何分ぐらいやりたいですか。読書をし。たいいですけど、どれくらい取れるのかな。このことを考えると。うん あ、まあ2時にスクールに来るでしょ。うんうん、そうですね。あ<と>でも通勤時間とかも使えばいいんですかね。うん、そうそう。うんうん。 じゃあ、どうしよう。え、とりあえ絶対マストのものから決めてていいですよ。マストのものは、えっと、もう授業の準備をしたいです。これは、えっと、スクールに到着でできるってこと。そうですね。到着でできます。空いてるのはどっちかというと、午前中っていう感じ。じゃあ、こっちの到着してからの、この辺の作業。例えば、授業の見直し。これは、家でするんですか。ここに来てから、スクールでやるんですか。 見直しスクーでやる場合もありますし、家でやるときもあります。明日はどう？明日はどする？決めるんだ。明日はどうします？そうですね。明日はどうしよう？家でやります。家でじゃ午前中？午前中にやりましょう。じゃちょっとこれ AM って書いとこうかな。うん。で、シフトの管理はこれスクに来てからにします。何分ぐらい？あ、すぐできますね。えっと十分ぐらいそうですね。じゃちょっとこれ十分とか。これ優先順位をつけるのが大変ですね。 <laughs> まず最初に「工数」「工数」ってねこういう、うん、この字です「工数」を最初に出さないとあのどのくらい必要かが分からない、はい、えー、授業情報の確認はこれ何分ぐらいえっとすぐできますね10分ぐらい、はい、スケジュールの確認も確認も,同じもうその中に含まれるくらいですかね この辺合計で20分ぐらいで十分,で、ね、十分ってことかな。でそうするとスクールに到着して20分ぐらいでこれらのことができますよ。はい ね、このシフトの管理授業の情報の管理え確認スケジュールの管理うん、うん、そうしたらあと6時までの間はうん、うん、少し余裕があるんですかそうなんですはいでも2時間前に実は入らなきゃいけないので、うん、じゃあ4時までですね,でですねじゃあ2時間しかないよとうん、うん、でもじゃあこの授業の今日の授業の見直しはやっぱり家でやった方がよさそうですかあ <laughs> 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 そうですねじゃあ他にもまだま他にも何かあるのかな回避とかそういうの、うん、あ一歩ミーティングがありますねミーティングが <laughs> そうか 忘れてました、うん。ミーティングは。一 <laughs> 時間ありますね。ミーティングは一時間何、三、はい、三時からあるんです。ええと、三時からです、ね。三時から。はい。な、な、なるほどね。ええー、そうすると。これは。徳田さんの時間は、二時から三時までしかなかった,かった <laughs> と。いうことなんですね。<laughs> まあだから20分ぐらいでこれらをやって何か他にも多分細まくしたことがあるんだろうってことですね、うん、じゃあ午前中の使い方としては掃除洗濯とか食事、はい、とか <laughs> あとこの今日の講義の見直しブログも書きたいとかありますが、うん、見直すのは1時間見ちゃうんですかあもう倍速でででで見るのでそんなにかからないすすね、うん、30分じゃあ30分 30M30M <分> でえー、とマインドマップにまとめるのは見ながら,見ながらまとめますでもブログを書くのはそうですねそっからじちょっとかかりますね,ね30分はかかるかなそうすると午前中に明日は書く予定ですかそれとも書かないでこっちを優先するんですかあさあどううししましょう うんううんんでも洗濯したいんですよ洗濯はすぐできますね1時間あればできるあでもその間に使うことができるので必要とされる時間はそれはできますかねできますねこれで1時間ぐらいそうですかね1時間もかかんないかもですちょっとまあどう書いてもいいんですけどこう書いてみようかな今回で1時間えっと食事は買い物は買い物はいつするんですか 買い物はそうしたら、え、今日も帰りにした方がいいですね。ねでも、できないですね。<laughs> 帰り?。<laughs> じゃ<あ>、じ、うん。じゃ、じゃ自炊は、自炊。じゃ、あるもので頑張る。まじゃ、一時間ぐらい。はい。時間。そうすると、結構午前中って、掃除、洗濯と自炊で。えー、二時間かかって。うんうん、あとは、そうだな。まあ、食事する時間とか。いろいろお風呂入る時間とかもあるしね。うんうんうん、はい。で。 まあ本はどこで読むじ,でか本はじゃあ通勤途中に読みましょう通勤途中20分ぐらいうそうですね分ぐらいじゃ英語だけはお家でしっかりやるってことと、はい、あとこのブログもしっかりお家でやる時間を立てなきゃいけないし、はい、そうしたらこれを優先、えー、と時間割りをだいたい決めちゃっていいですか、うん、順番で例えば朝何時に起きるんですか <laughs> あ何時に起きましょう 寝るる時間によるんですもい大体6時間は絶対寝たいですね、うん、まあなんか7時とか8時頃とか起きた時例えば8時にしましょうか夜遅いからね、はい、8時に起きたとして、まあ、例えばですよまあちょっとここはもう私は適当に決めちゃいますすいませんあの徳田さんの予定ではありますが大丈夫ですお願いします、うん、決められない私はいは今日なさるということで朝からまあ自炊をなさるとか8時頃から自炊をしてますね で朝ごご飯だととかなんかお昼ご飯とか作ってます、はい、それから多分お掃除とお洗濯を9時間にしますみたいな感じでしょうか。でそれから少し、あのーまあ、休憩なんかもあるでしょうしお食事もするでしょうから余裕を持って、まあ、11時ごろから英語の勉強をしたり、えー、このブログもね 11, 11時半ごろ、まあ、12時ごろからかなしたりブログを書いたりする、はい、で えー、多分一時過ぎぐらいに、えー、家を出るときにこの本,本を読んでるよ、うん、それで、えー、と机到着しました。えー、すごい整理されましたね。うん。 よろしいですかだいたいイメージが湧いてきましたかイメージ湧きました以上で小田さん明日の計画がつきました予定を確認していただきました皆さんお付き合いいただきありがとうございます。先生もこんな綺麗にまとめていただいてすごいですねマインドマップあの書くと結構頭がね整理されたのではないかなと思いますスクーはいつでもあなたの学びのそばにいます 豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。救う。